皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博史です。そして今日のゲストは、はい、はじめましての方もいつもありがとうございますの方もこんにちは、みかんでーす。はい、どん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 この話ありがとうございます。本当に楽しく取材ができまして本当にありがとうございます。ですね、前回の、先週のライブ放送の時にね、みかんちゃんが絶対転ばない、絶対転ばないライテクの DVD を、私の DVD を見ててくれたっていう話でね、はい、今回からですね、なんと絶対転ばないライテクシリーズをみかんちゃんがですね、はい、実践で教わっていくと言っても、今こうやって、うん、教室の中でやるんだけど、はい、これをですね、うん、ちょっとシリーズ化していこうかなというですね、はい、シリーズ化して、レギュラー視点になっちゃうね、嬉しいね。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。そしてですよ、なんと今日のみかんちゃんの格好、はい、なんとですよ、これテーマは、テーマは、うん、JK。 なんで笑うの、なんで笑うの、 A の16 ちょっと、みんな見て、ちょっと俺見せていいのかな、ちょっと見てください、これちょっとうちの会社の中で、これ俺もこんなことしてていいのかな、はい、すいませんね、はい、学生一応学生します。JK です。ジャケットのことじゃないです、女子高生です。いろいろ講習とか講義はやってるけど、あんまり女子高生に物事を教えたことがないんだけど、教えるっつったら JK の格好がいいっていう話になって、はい、視聴者の皆さんにもお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。はい、まず一発目のテーマはですね、はい、こちらです。ででん、絶対転ばないライテク立ちこけ防止というですねテーマでいくんですが、はい、みかんちゃんの立ちこけ経験は、あります、いっぱい、はい、例えば最近はまだ転ばなくなってきた方なんですけど、バイク乗り始めの頃は結構立ちこけしてましたね、はい、ですね、原因が分かんないから転んでるんだけど、何で先に、一番最初の立ちこけは一時停止でバランス崩しちゃって転びましたね、うん、であとはなんか自転車とかは急に飛び出てきたりとかして、うん、急にブレーキをかけたらバランス崩してまた、うん、それも転ぶみたいな、立ちこけしちゃうみたいなのはありました、うん、まずそれをしないようにしなきゃいけないよね、うん、ね、立ちこけ、まあそれをねどうやって防止するか、うん、まず一つはね、ブレーキバッてかけた時に、まあもちろんバランス崩すのはちゃんとマシンがしっかりしたまっすぐな姿勢じゃないのに、変にちょっと曲がった体勢からかけて止まった時に傾いてるから、あちょっと傾いてるから、そういうのもあると思います。でそこで傾いたまま止まって、あーって支え切れずにいくよね。あ、そうなりますね、うん、はい、その時にエンジンってかかってる、エンジンかかってますね、エンジンかかってる、はい、かかってます、うん、どうやって、そのね、あーって思ったのを転ばないようにするか、まあ、一番はそのあーってブレーキかけてもこうちょっと横にならないようにするのがベストなんだけど、でもね、バランスを取ってまっすぐのまま保る、でもそんなこと言ったって急に出てくるから、急に出てきたらちょっと難しいですね。まず一つね、リカバリーする、リカバリーって刀使っちゃった、うまくリカバリーってなんていうの日本語で、リカバリー、すいません、何ていうの、リカバリー、わかります、うまくリカバリーでわかります、うまく、うん、うまくカバーする、あ、それは分かんない、うまく直す、補う、そんなことで喜ばしライティングが進んでない、うまく補うようにするためにまずね、エンジン、エンストしちゃって倒れるっていうのももちろん、エンストしちゃうと、とにかく傾いてエンストしたらもちろん倒れる、でも今エンジンかかってるんだったら、クラッチをちゃんと握ってってる、うん、で多分止まるときにもちろんクラッチ握ってるからエンジンかかったんだよね。そうですね、クラッチ、ね、ギュッて一緒に握ってクラッチ握るでしょ、はい、であってバランス崩しても実はね、うん、クラッチをうまく離してクラッチをつないで、うん、ちょっと駆動力、お、力を与えられると実は倒れそうになったオートバイをクッて起こすことができる、はい、前にも進んじゃう、ちょっと前に進むよ、でもちょっとでいいの、その力だけで、そのオートバイがグッて起きる、
それでそのあって倒れそうになったのを、うん、ちょっと最後にクラッチつないでクッて起こすと、うん、それでこう立ち直るんだけど、うん、でもクラッチグーってクソ握りしちゃったままで、うん、あーって傾いて、これがクラッチが離せなかったらね、うん、もう傾いてるからもうクソ握り、クソ握り、クソ握りって言っちゃいないね。ギューって握っちゃってるから、あーってそのままだと、もうこれはもう、オートバイの重さはね、250cc でもやっぱり170キロ、180キロあるんで、これをみかんちゃんが途中であって思っても、これはね、力でこらえようと思ってももう無理な。それはうちらでもそう。まあ、うちらはなんとかやるかもしれないけど、でもそれができない悔しさがあるじゃん。そうですね。なんかもうある程度言ったらもう頑張りますけど、うん、あ、もう、まあ、ダメだって思って諦めてトンってやるでしょ。トンってね。トンって、もうこれからありがとうってありがとう、もうありがとうありがとうって言って、あーって横倒しに、横倒しにして一回一息ついてから、そう、ね、じゃあもう一回起こしてあげるかなって言って、そう、ね、本当はクラッチをね、はい、あのね、4つで握ってると本当は話しにくいんだけど、うん、俺はね、本当は2本指でクラッチを握ってて、ああそうなんですか、そう、あって思って、そう、2本指で握って、これはね、女の子にもまたね、じゃあクラッチ重くてできないよってやると4本指なんだけど、最終的にあって思ってもちょっとアクセルを開けてグッて離すと、こうフロントタイヤがね、うん、見えるかな、フロントタイヤが、はい、例えばこっちに傾いてこう倒れるんだよね、普通ね、はい、でそれのリア後ろのタイヤがね、駆動力がねグッてかけると、オートバイを起きる方向にタイヤがこうやって動いて、これでオートバイを起こしてる、この力っていうのは必ず使ってるから、はい、最低限まずエンジンを止めない、立ち向けしないためには、でクラッチ握ってあげる、ちょっと傾いても駆動力をちゃんとかけてあげると、オートバイがエンジンの力で起こしてくる、上がる、そう、これを本来は使わないと、人一人の力、特に女の子の力だけでオートバイ、傾いたオートバイを何とかしようっていうのはね、もう基本的に無理だから、これはね、絶対に使わなきゃいけない、本来は。ちょっと練習しないと怖いですね。そう、練習しなきゃいけないんだけど、延々知らないと延々立ち向きが治らない、というのをですね、一つ覚えていただければと思うんだけど、はい、なんか書いてる、なんか丸山さん書いてる、ひらがなだ、はい、もうちょっと一つね、一つだけね、はい、エンジンの力でマシンを起こすことを覚えるというのをですね、一つ覚えていただければ、立ちこけがですね、少しは、はい、リカバリー、直す、補うことができるんじゃないかなと思います、はい、という一つのポイントでした、はい、もうね、7、8分、もう8分ぐらい話した、もう8分ぐらい話した、ちょっと一つ一つのテーマでね、いきますんでね、はい、また次回ですね、うん、みかんちゃんの絶対転ばないライテク、次のテーマを行ってみたいと思います、はい、ありがとう、また来週、ありがとうね。